アヌアルブラヒムは、チュニジア出身のウード奏者で作曲家。主にジャズの監修向けに演奏しており、彼は1980年代後半には、自国でアラブ音楽に民族音楽、ジャズを融合したスタイルを確立し、1991年以降に録音し始める。チュニジア、チュニスの町、ホルフーン生まれ、チュニジアの音楽国際学院でウードを学ぶ。 1981年に新たな展望を求めフランスのパリに移り様々なジャンルの音楽家と出会う。特にチュニジア映画の作曲者として4年間滞在した。バレー振付師モーリス・ベジャールによるバレー、ター・ロッサ・メアナ・ナストラムやコスタ・ガブラスの映画ハンナ・ケイにリュート奏者として参加している。1980年代後半にチュニジアに戻った後に アメリカとカナダにツアーをし、ECM レコードと契約、賛否ある一連のアルバムを録音した。その中のアルバム、シマールでは、サックス奏者のジョン・サーマンとベーシストのデイブ・ホランドと、録音をしている。双方のスタイルについては、ブラヒムはよくラビアブイコールカリルと比べられ、彼の性質はメローで、切り詰めた傾向がある。ありがとうございます。